自由のマインクラフトパート105。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。本日も立て込んでおりまして、さらにこの動画の撮影に4回くらいですね、5回くらいですかね、失敗しておりまして、またこの動画の公開が遅くなってしまうことがもう確定しておりますけども、本当に申し訳ないんですが、本当はですね、できれば、遅くとも午後8時とか10時くらいには公開したいなと、動画を公開したいなと思っているんですけども、やんごとなき事情というか、現実が許してくれないといった状況が続いておりまして、先日も簡単に、チャンネルの掲示板というかコミュニティ欄でご紹介をしておりますけども、なかなか難しいところがございますね。では、前回の動画にいただいたコメント、ご質問にお答えしてまいりますと、まず安倍前首相の評価を100点とした場合、これまでの働きぶりも、これまで実績も含める形で、岸田首相ですとか、高市政調会長、河野広報本部長、また野田特命大臣を強化すると、何点になりますかとご質問いただいておりますが、そうですね。若干この、今、大丈夫かな？あ、ここは大丈夫そうですね。この隣に、谷が、渓谷がございますので、一瞬渓谷が命に落ちてしまったのかなと思いましたが、とりあえず大丈夫そうです。まずこの岸田首相に関しては、政府の高官としては、外務大臣などの実績がございますけども、この外務大臣の実績としては、韓国政府との歴史問題関連の実績がございますが、こちらその、なんと言えばいいんでしょうか、韓国政府の対応がむちゃくちゃすぎて、当時の岸田外相の評価についても、かなりの悪影響が生じているという問題があり、そういった面を考慮いたしますと、現状は60点くらいですかね。また、まだですね、その、所信表明演説ですとか、まだ代表質問も終わっていない段階で、自民党から明確な選挙公約も、多分まだ公表されていないものと思われますので、そういった中で、なかなか評価難しいところもございますが、今後に期待ということで、60点くらいでしょうか。また、高市政調会長に関しては、総務大臣としての実績がございまして、総務大臣などの実績がございまして、総務大臣として、在職日数が歴代で1位と、なっておりますが、この高市政調会長として、直近の政調会長として、現状、次の衆院選挙における、自民党の選挙公約、高市政調会長の色も出しながら、首相も政策も盛り込みながら、公約をまとめられたという部分もあり、現状ですと、こちらも岸田首相と同じく60点といったところでしょうか。また、河野広報本部長に関しては、まず政府高官としての実績については、外務大臣ですとか、防衛大臣などの実績がございますが、この総裁選挙に関する言動を一通り見た際にですね、どうもその、韓国政府に対する、外務大臣時代の韓国政府に対する、言動ですとか、また防衛大臣時代の、イージス・アショアの計画中止ですね。ああいったものが、なんというか、その、しっかりと計算をして、様々な事情を勘案して、行動を決定された、対応を決定されたように、
現状残念ながら見えなくなりつつありますので、まあ、そういった面や、まあ、さらにその広報本部長という立場を表現としましては悪用するような形で、まあ、党員を増やして自民党に、自民党じゃないですね、自分にですね、この大臣に、今、河野広報本部長ですか、河野広報本部長に、まあ、総裁選挙で投票してもらうんだ、的な主張をなされてしまい、その、自民党において、公私混同のような形になってしまっておりますので、まあ、現状そういった面を考慮いたしますと、まあ、55点といったところでしょうか。また、野田特命大臣に関しては、そうですね。まあ、こちらも、これまでの実績を考慮いたしますと、まあ、現状は50点くらいでしょうか。まあ、ごく簡単に、ご説明をいたしましたが、まあ、こういった説明で足りない部分があればまた追加でご質問をいただければなと思います。さらに、菅前首相に関してでございますが、まあ、こちら、まあ、菅前首相が、まあ、総理大臣として向いていなかったんじゃないかといった趣旨のご質問をいただいておりますけども、そうですね。まずその、まあ、どうしてもコロナ禍ということで、まあ、任期が1年しかなかったという部分がございますが、まあ、確かにですね、客観的に見ますと、まあ、どうもその、菅前首相が、まあ、国民の人気取りというか、まあ、世論の支持を取り付けるといった、まあ、対応というか、能力の部分ですかね。まあ、そういったものが、まあ、残念ながら不足していたように見えます。まあ、そういった能力があれば、まあ、そういった対応ができていれば、まあ、このコロナ禍においても、まあ、ある程度の支持を得られていた可能性もございますが、まあ、ただ、その安倍前首相に関しても、コロナ禍において、まあ、支持を、まあ、かなり急激に失われたという事実もございますので、まあ、なかなか評価が難しいところなんですけども、まあ、菅前首相の言動なども踏まえますと、どうもそういった国民の支持、世論の支持に関しては、まあ、しっかりと仕事をして実績を出せば、まあ、支持されるんだといった理解をされていたようなんですけども、まあ、コロナ禍ですと、まあ、国民の不満が、まあ、相当程度不満という不満も不安もですね、まあ、相当程度高まってしまっており、まあ、菅首相が、まあ、実績を残されているというのは事実なんですが、まあ、マスコミがほとんど報じなかったというもいう部分もございまして、まあ、なかなかそういった実績が評価もされずに、支持に、まあ、支持を集めることにつながらず、まあ、1年という短い任期に、まあ、なってしまったのかなと思います。まあ、総理大臣として、ある程度そのご自身が掲げられている政策を実現したいと思う場合は、まあ、安倍前首相のような長期政権を目指す必要がございますので、まあ、そういった、まあ、支持を取り付けるという能力が、まあ、相当程度重視されるものと思われますが、まあ、現状コロナ禍における、まあ、1年という任期の中で評価をした場合、まあ、その支持を取り付けるという部分が、まあ、残念ながら不足をしてしまっており、まあ、そういった面を考慮いたしますと、平時においても、まあ、支持を、まあ、なかなか取り付けることができず、長期政権とならずに、まあ、大きな分かりやすい実績というものを、まあ、残されていなかった
可能性はあるんじゃないかと思っております。さらに、立憲民主党の枝野幸男さん、辻元清美さん、根穂さん、福山哲郎さんの4名について、的確な議論や答弁をしているところを見たことがありますかとご質問をいただいておりますが、そうですね、この方々に関しては、悪夢の民主党政権における、対応というか、言動を見ておりますと、私の記憶の限りでは、的確な議論や答弁をなされたという記憶は、残念ながらございません。さらに、人妻感のある女性は好きですかとご質問いただいておりますが、そうですね、この人妻感なるものがまずどういったものなのかというのが難しい部分がございまして、やはりですね、その個人の、趣味嗜好の部分は、いろいろとございますので、何がですね、そのどういった部分が人妻感につながるのかという部分を、できればその具体的に紹介していただければなと思います。また、釣りに関してですが、最近釣りをしていますかとご質問いただいておりますけども、そうですね、現状は、台風があったりとか、なかなか予定が合わなかったりとか、さらに言いますと、ワクチン接種のタイミングもございまして、そういった面を考慮いたしますと、なかなかですね、タイミングが合わず、釣りには行けていないという状況が続いております。こちら、できれば釣りに行きたいんですが、最短でも、来週以降かなと思っております。今ですね、この村の警備員のゴーレムさんを、井戸というか、この水を汲むような場所から、どかそうとしてるんですが、1ブロックどかしたくらいでは、動いてくれないですね。水を取った方がいいんでしょうか。適当に水を入れて、この状態で大丈夫かな。これで動いてくれますかね。ちょっとずっとここに閉じ込められているのは見ていると不備になりますので、かわいそうだなと思いまして、救出を試みておりますが、ほかっておいたら出てくれますかね。もう少し、削っておいて、あとは、少し放置しておきますか。最後に、祭りの件ですね。なかなかその、難しいところですね。今、なるべくその遊ぶという行為に関しても、外出全般に言えることなのかなと思いますが、どうしてもその感染症対策を考慮するとなりますと、やはり屋外において、ある程度距離を取って遊べる遊びの方がいいのかなと思いますし、そういった中で祭りがいいのかなと思うんですが、皆様考えることは同じで、メジャーな釣り場は大抵人がおりますので、その
釣り場の開拓もしなければいけないなと思っておりますけども、皆様もこのコロナ禍においてですね、もう2年近くになりますが、私も2020年の初めにはこのような事態に陥るということは想像しておりません。想像できていなかったんですけども、皆様、相当程度、様々な我慢をなされ、辛い思いをされてるんじゃないかと思われますので、ワクチン接種などが、ワクチン接種がですね、進んでいる方ですとか、その他の方も、感染症対策を徹底する形で、屋外において話をする場合は、可能であればマスクを着用する形でですね、外出も、お出かけも楽しんでいただいて、コロナ禍で、感染症対策で、その家に居続けることが、できる方もいらっしゃいますが、こういった、家に居続けるという行為も、才能というか、その適性がございまして、どうしてもですね、その家にいることによって、家のその、部屋が狭いとか環境にもよる部分もございますが、なかなか家に居続けることが難しいという方もいらっしゃるんじゃないかと思われますので、現状、様々な研究が進んでおり、感染症のリスクに関しても発表がなされておりますので、そういった情報も参考にしていただきながら、コロナ禍において、少しでも、楽しみを見つけていただければなと思います。では、今回はこれくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。